まあ、自分たちがですね、この商品を、まあ、海外に広めようって着手したのが約、まあ、5、6年前になるんですけど、まあ、その、5、6年前僕らが実際販売しに行ってですね、やっぱ言葉の壁とか、商品を、まあ、もっと商品をしっかり伝えたいという思いがあって、まあ、それだったらまあちょっと外国人の方を留学生ちょっと取り入れてやってみようかなというところで、まあ、着手を始めたところで、で、まあ、実際研修に来ていただいて、まあ、社内の方に研修入ってもらったんですけど、まあ、非常に社員さんの雰囲気も良くなって、これだったらちょっとなんか社内変わるかなというところで、採用を決めたというところです。今はですね、まあ、ウェブの制作と、あと、まあ、中国語と英語ができるんで、もうこの2国の、まあ、ウェブの制作ですね。それと、あとは、パンフレットだったり、商品企画書の、まあ、英語バージョン、中国語バージョンっていうような形で、翻訳をメインにして、動いてもらって、で、まあ、一緒に僕らが海外に行くときは、同行してもらって、商品の思いをこう僕らの代わりに伝えてもらうというような役割をですね、してもらいながら、まあ、一部ちょっと営業も覚えさせていきつつ、今後の海外展開、まあ、海外の、まあ、市場拡大のための一つの大きな起爆剤となっていくように今育成しているところです。そうですね、まあ、実際自分が思ってることと、まあ、実際にこう日本に来てですね、働いた時に、まあ、すごいギャップを感じると思うんですよ。まあ、それはやっぱり文化だったり言葉だったりっていうのはもう必ずあると思うんで、ここをやっぱり、まあ、半年1年間どれだけ自分が、本気で日本で働きたいっていう思いでですね来れるかっていうところで、本当に乗り越えれるか乗り越えられないかっていうのが、来ると思うんで、まあ、まずその目先のことだけ考えずに、やっぱり10年後20年後、自分はこの会社でこういうポジションになりたいんだという夢を持って、しっかり、日本の企業に入ってきていただきたいなというふうに思います。まあ、夢はですね見るもんじゃないんで、しっかり掴んでいただければなというふうに思ってます。